い、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、お客さんからのご相談の中で一番多い、ご相談、勉強の仕方がわかりません。これについてですね、解説していきたいと思います。そもそもなんですけども、合格するためには、何が必要なのか、これを先にお伝えします。それは、合格するためには勉強量と勉強の質、これを同時に高めていくことが必要なんですね。全く勉強していませんっていう人がいたら、それを合格するのって無理じゃないですか。一方で、非効率な勉強をしていたら、どれだけ勉強しても合格できない。これも事実なんですね。だから、効率的な勉強をしながら、勉強量を増やしていくということができれば、必然と合格力は上がってきて、合格はできるわけですよ。で、今回お伝えするのはこの勉強の仕方、いわゆる勉強の質の方なんですね。まあ、とはいうものの、それなりに勉強はしておかないといけないんでね。まあ、最低限どれだけ必要かっていうのも、お伝えしておきます。それは、まあ、大体ですよ。1日1時間、6ヶ月ぐらいやったらもうこれ最低限の勉強量です。だから逆に言ったらこれをやったにもかかわらず、合格できていない。まあ、1回以上大体落ちているっていう方はもうこれぐらいはやってると思うんですよね。なので1回以上落ちているっていう方はもう勉強の質が悪いから、いわゆる勉強の仕方を勉強して、で、それに乗っ取って勉強を進めていくってことができれば合格はできます。で、実際予備校なんですけども、予備校ではこの勉強の仕方っていうところまでは実は教えてくれないんですね。で、これはですね、仕方がないことなんですよ。実際予備校っていうのは試験半年前ぐらいから、1週間に2、3回、1回あたり2、3時間の講座がもう組まれているわけなんですよ。で、その中で理解をするための内容まで教えるっていうのは時間的に無理なんですね。だから結局予備校で教えていく内容っていうのはポイントをバン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 教えていくっていう風な感じにしないと、結局試験半年前から勉強始まったけども試験当日に権利関係しか終わってませんでしたみたいになっちゃうわけですよ。で、そうなっちゃったらダメですよね。一通り全部終わらせなきゃいけないとなってきたら、この理解をしながら学習するっていうね、細かい部分までお伝えをするってことはできないんですね。だから結果的に予備校通っている方も自分で勉強の仕方を考えて実践していくってことが必要なんですよ。で、じゃあこの勉強の仕方、質って何なのかっていうと、理解をしながら学習をしていくってところなんですね。これちょっと一問一問と考えてください。まあ、問1、問2、問3、4、5とあったと。で、一問一問について問題文があって解説がありますよね。まあ、問2にも問題文があって解説。問3にも問題文があって解説って。こう書いてあるじゃないですか。ってなった時に、まず問題文には何が書いてあるかっていうと、まず問題文の状況が書いてありますよね。で、それについて、こうこうこうは丸ですか×ですかっていう質問内容が書いてありますよね。つまり、この問題文だけでも2つの事柄が書いてあるわけです。問題文の状況っていうものと質問内容っていう2つが書いてます。で、それに対して、ペラってめくると解説、答えと解説が載ってるわけですね。解説が。で、この一問一問について、何をしていかないといけないかっていうと、まず問題文とか質問内容、これについては、どの問題についても理解をしなければいけません。これをやっていない方、まず非常に多いんですね。問題文を理解せずに、もう何回か勉強している問題、まあ、復習しているね、問題だと、さらっと問題読んでも大体わかるんですよ、問題文が。だから、ここを飛ばしている方非常に多いんですね。そうすると、問題文を理解する力がつかないんですよ。そう、結果どうなるかっていうと、過去問は何回も何回もやってるから、もう40点とか取ってくるんです。で、予想模試とかも、基本的にはこれまでやってきた問題をちょっと変えたぐらいだから、多少問題文の理解っていうものをやっていない人であったとしても、解けちゃうんですよ。で、結果的に過去問、予想模試は40点以上取ってくるんです。でも本試験になるとどうなるかっていうと、問題文がわかんないってなってくるんですよ。そもそも。だから、解説について丸暗記でね、覚えていたとしても、使えないんですよね。例えば今日の天気何ですかって私があなたに聞いたとしましょう。じゃあ、あなたは今日の天気外を見てね、あ、今日は晴れです、雨ですってわかるわけですよ。だから、晴れです、雨ですって答えればいいわけです。でも、私がアラビア語で今日の天気何ですかって言ったら、
おそらくあなたは何を言ってるかがわかんないんですよね。外の天気が雨、晴れって答えがわかっていたとしても答えられないんですよ。それが本試験と同じ状況なんですよ。だからそうならないためにも日頃から問題文をちゃんと理解をしておきましょうっていう話なんですね。ちょっとこれはですね、すいません、ちょっと個別指導のノウハウの一部になっちゃうので、どうやって問題文を理解するのかっていうところまではちょっとお伝えはできないんですけども、あ、問題文は理解しなきゃいけないんだなっていうところをちょっとね、頭の片隅に入れておいてください。で、続いて解説です。答え見て解説ありますよね。で、ここについてはですね、あるものについては丸暗記でもいいんですよ。ただ一方であるものについては理解しておかないといけないっていうところもあるんですね。多くの方はこれ全部丸暗記しようと思うんですけども、これめちゃめちゃ量が多いわけですよ。達見の量ってね、覚えなきゃ、頭に入れなきゃいけない量っていうのはめちゃめちゃ多いわけですよ。それを全部丸暗記ってなったら、結局覚えきれないんですね。覚えたはいいけど昔のものを忘れると。で、こっち覚えたらこっち忘れる。こっち覚えたらこっち忘れる。っていうのが繰り返しになるんですよね。で、結局のところ、この半分ぐらいしか頭に入っていなくて、落ちちゃう。ってことになるので、丸暗記でもいい部分は丸暗記でも OK です。一方で理解しなきゃいけない部分は理解しておきましょうっていう話なんです。ただこれね、どういったものがね、どの問題が丸暗記でいいのか、どの問題が理解しなきゃいけないのかっていうのは一問一問違うんですよ。だからこの場でね、一個一個全部言っていくってことはちょっと不可能なんで、一つだけちょっと具体例挙げさせていただきます。まあそれちょっとここに書いてあるんですけども、代理権の消滅っていう、部分ですね。これちょっと弊社の、実際個別指導で使っているテキストになります。で、こういった表って見たことあるんじゃないですかね。代理権の消滅。どういった場合代理権が消滅して、どういった場合代理権が消滅しないんですかっていうことが書いてある表なんですよ。で、これ見ていただくと、16個かな ?4×4 なんで、全部で16個あるんですよ。これ、丸暗記しろって言っても大体の人はこれも諦めちゃうんですよね。覚えきれないんですよ。ただ、これ覚えていなかったとしても実際の本試験解けるんですね。で、私はこれ全く覚えていません。覚えていないけれども本試験でここの問題が出たら解けるんですよ。なぜかっていうと、その場で考えてここに書いてある答えを導いているんですね。で、弊社の個別指導の受講生さんもその考え方を知ってるんで、覚えてなくて考え方を使いながら答えを導いてます。じゃあ、どのような考え方に基づいて答えを導いていくのか。これをね、ちょっと具体例を出してお伝えをしていきます。ちょっとすべてをね、今回の時間でお伝えするっていうのは難しいので、今回は任意代理の本人が破産した場合と、法定代理の本人が破産した場合、まあどうなるんですかっていうのをお伝えしますね。まあこれを書いたのはここの図です。そもそも任意代理と法定代理の違いって、これ大丈夫ですよね。まあこれもね、理解しておかないといけない部分なんですよ。これちょっと解説いたしますね。法定代理っていうのは、これ漢字見ての通り、法律でもう定まっている代理なんですよ。法律で定まっている代理。あなたが例えば19歳でしたと仮定しましょう。そうした場合、親っていうのはもう法律で代理人って決まっているんですね。だから私そうだったんですけども、18歳かな、高校卒業して、大学行くときにアパート借りに行ったんですよ。で、その時に、私は親に対して、お父さんお母さん代理権を与えるんで、お父さんお母さん代わりに契約してきてくださいって言ってないんですね。もう当然親っていうのはもう代理人なので親が契約するんですよ。未成年者が契約したら後で取り消しのね、自由になっちゃうので、まあ親がやるわけですよね。これが法定代理、法律で定まっている代理人。今で言ったら親の話ですね。親が法定代理人です。じゃあ任意代理ってこれ何なのかっていうと、これはあなたの意思に基づいて代理権を与えた人です。法定代理では私の意思に基づかなくても親は当然に代理人ですよね。もうこれ法律で定まっているって話です。一方で任意代理っていうのはあなたの意思に基づいて代理権を与えるわけです。例えばあなたが、アパートの契約に行きますって言った時に、じゃあ小野さん代わりに代理権与えるんで行ってきてくださいってなったら、私は任意代理人なんですね。で、意思に基づくのか、基づかないのかっていう話です。まあ、それでは違いですね。で、今回、本人が破産した場合、代理人の代理権は消滅しますか、どうですかっていうのを議論していきましょう。じゃあ、先に法定代理から行きましょうか。あなたが19歳でしたと。で、親がいますよね。まあ、親は法定代理人だと。
で、あなたが19歳で破産しちゃったと仮定します。その場合、親の代理権は消滅しますか？これ考えてみたらわかる話なんですよ。なんで親が法定代理人になっているかっていうと、未成年者であるあなたを保護するために親が代理人となっているわけですよね。その保護すべきあなたが破産しちゃったからといって、親の代理権がなくなっちゃったら、あなたを保護する人がいなくなっちゃうわけなんですよ。だから未成年者であるあなたは、たとえ破産をしたとしても、親の代理権っていうのは消滅しないんだよっていう話です。だからこれは消滅はしないよと。まあ一応×って書きますね。消滅しませんっていう意味ね。じゃあ一方、任意代理の場合はどうなるのかと考えます。例えば、あなたが土地を持っていました。で、これを売りたいと。で、もう買い主はもう決まっていますと。で、売り主であるあなたと買い主との間で、じゃあ1ヶ月後に契約しましょう。約束しました。で、その1週間後です。あなたは海外に出張しなきゃいけなくなっちゃって、契約当日行けません。だから、ちょっと困ったなと。じゃあ、小野さん代わりに、売買契約、売り主代理人として行ってきてくださいって代理権を与えました。これ任意代理ですよね。こっちの場合ですよ。で、私は代理人で、本人はあなたですね。で、実際任意代理の場合っていうのは、この代理権委任契約とは別に、報酬契約も一緒に結ぶ場合が多いんですよ。つまり私がじゃあ代わりに代理人として契約終わったら2万円くださいねとかって、まあ約束するわけなんですね。報酬契約を結ぶのが一般的だと。そして代理権ももらって報酬契約をして、その後あなたが破産してしまった。破産した状況でじゃあ私が契約に行ったらどうなるかっていうと、契約が終わったんで当然私はあなたに2万円ね、契約通り2万円くださいっていうふうに言いますよね。でもあなた破産してるんですよ。そうなってくると、お金が払えない可能性が出てきますよね。で、そうすると後々トラブルになりかねないわけですよ。だからトラブルになるってもう事前に分かっているのであれば、もう法律で代理権を消滅させておいた方がいいですよね。だから、ここの場合、任意代理において本人が破産した場合は、代理権をこれ消滅するんだよと、まあいう話なんですね。で、今言ったように考えると、問題文見て、今のような事例を頭に浮かべて、そうすると答えって導けちゃうんですよ。あ、こっち消滅するな、こっち消滅しないなって。これが理解なんですね。で、この具体例とかを頭にどん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 入れていくと、頭に定着しやすいんですよ。単に任意代理の場合、本人が破産したら、代理権は消滅するんだ。法定代理の場合は、本人破産した場合は代理権消滅しないんだ。っていうふうに考えるんじゃなくて、これ単に応募丸暗記ですよね。まあ、そんなんやったら大体ね、ぐっちゃぐちゃになるんですよ。本試験の時に頭真っ白になるんですね。で、一方で今言ったような具体例が頭に入っておけば、一個一個順序立てて答え導けるわけなんですよ。そうすると、必然と答えで出てくるんですね。で、このようにちゃんと理解をしておいたら、本試験で頭が真っ白にならないんでね。頭が真っ白になるのは丸暗記してる場合なんですよ。丸暗記してるとどっちだったっけって迷っちゃうんでね。だそうならないためにもできるだけ理解できる部分はどんどん理解していきましょうって話なんですよ。で、今言った内容は、この下に実は書いてあるんですね。ここの下に実は書いてあるわけなんです。で、今ここの内容っていうものもいくつか分類をして、下に解説が書いてあります。いわゆる考え方です。で、この考え方が頭に入っているから上のこのね、表に載っている内容っていうものを実際に導けるようになる。だから覚えていなかったとしても、本試験その場でね、まあ普通の問題でもいいですよ。問題やってる時に、ああ、こうこうこうだから、あ、これ代理権消滅するな。あ、こうこうこうだから、これ代理権消滅しないなっていうふうに分類できちゃうわけなんですね。これは理解学習なんですよ。こういったことっていうのは、実際テキストとかには載っていないものが多いんですね。だから載っているものっていうのはこの部分なんですよ。丸暗記。つまりポイントですよ。ここは載ってるわけですよ。テキストとかに。で、これ載ってないんで。じゃあどうしなきゃいけないかっていうと、調べながら学習していく。もう自分で調べていく。今言ったような内容だと、おそらく法律事務所のサイトとか、弁護士さんのサイトを見たら載ってると思います。税金関係であれば税理士さんのサイトとか、国税庁のサイトとか、法令上の制限だと国土交通省のサイトとか、都道府県のサイトとか、また建築業者のサイト、土木業者のサイト。まあそういったところを調べていくと、理解しなければならない内容ってたくさん出てくるんですね。だから、どん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 調べていくってことがすごく重要になってきます。だから、私も独学だった時っていうのは、初め丸暗記でバーってやっちゃったんですよ。ただ、結局は覚えられないし、
実際に解いたこともない過去問解いたら18点か19点だったんですね。50点満点中。で、あ、もうこれはこのまんま同じような勉強していったら合格できないなってことが分かったから、やり方を変えてめんどくさいけども調べていったんですよ。で、一問一問にめちゃめちゃ時間かかるんですね。私の場合だと、一問あたり20分とか。だから4選択肢あった時に20分、20分、20分、20分で、80分か。そんぐらいかかったこともやっぱあったんです。ただそれをやることによってちゃんと理解できたんで、やった分だけ実力は上がるわけですよ。だからこれは予備校通っていようが、通信講座通っていようが、独学であれば関係なくですね、皆さんやんなきゃいけない内容なんですね。ただ一方で時間がないだったりとか、調べ方がわかんないって方もやっぱいらっしゃるわけなんですよ。で、そういう方が弊社の個別指導に受講していただいております。で、予備校、元ね、予備校生だった人もいらっしゃいます。元大手の通信講座の方もいらっしゃいます。独学の方もいらっしゃいます。どんな方でも合格することは可能です。年齢も70歳超えていますとか、暗記が苦手ですとか、まあ、いろんな方いるんですよ。元々勉強をやってきませんでしたとかね。中卒の方もやっぱいらっしゃいました。まだトラックの運転手、タクシーの運転手とかね。まあ、全然違う業種の方、食品関係の、スーパーで食品のなんか、惣菜作っている人とか、もうほんといろんな方いるんですよ。不動産会社に勤めているから、じゃあ合格率が高いかっていうと、そうでもないんですね。弊社の個別指導の受講者さんで言うと、そんなに変わんないです。不動産会社に勤めている、勤めていないで分類したらそんなに変わんないし、また独学の方、元予備校の方、元通信講座の方、これで比べてもそんなに変わらないです。変わってくるのは早くから受講しているか、遅いかの、この受講の速さが変わってき、速さで合格率が変わってきます。実際弊社4年連続で合格率7割を超えているんですけれども、だいたい試験終わった直後から、まあ、12月末ですね。このあたりで受講している方っていうのは、理解学習できる時間がね、長いので、合格率高いんですよ。8割ぐらい超えています。8割超えてますね。で、一方で、そこから、1月、2月、3月、4月まで弊社個別指導やってるんですけども、そう、どんどん時間が経つについて合格率下がってくるんですね。で、最後は4月なんですけども、4月の段階だと、4月から受講した方だと、理解学習できるのは6ヶ月間ですよね。試験10月なんで。で、このあたりでだいたい6割ぐらいの合格率なんですよ。で、全体鳴らして7割、平均で7割をちょっと超えるぐらいの毎年合格率なんですね。だから、重要なことっていうのは早くからやるってことなんですよ。で、勉強の仕方がちゃんと分かれば実力は上がってくるんで。だから、あとはもう量の話になってくるだけですよね。だから、早くから勉強のね、正しい勉強の仕方を実践していくってことを。ぜひですね、行っていきましょう。で、今であればあなたに合格した自信ありますんで、一緒に勉強して次の合格目指しましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。